はい、皆さんこんにちは、村長です。今日もですね、 DAW のルーティングということを勉強しましょう。ミディポリッシャーというソフトが世界で一番有名なプラグインブティックさんのサイトから無料でダウンロードができるんです。この話は一つ前の動画でもお話ししました、 UJAM とそしてスタジオワンのコードトラックですね。今画面の一番上に出てるコードというのがありますよね。ここのことです。このコードを使えばもう MIDI のデータなんていらないよというお話をしたのがありました。ただしそれはですね、スタジオワンと UJAM との特殊な連携例ですので、全ての DAW の皆さんが使えたわけでもないんですが、先日の動画の後半にこのミディポリッシャーを使ってやれば他の DAW でもうまくできますよというお話をしました。今日はそのミディポリッシャーを使ってもっともっとルーティングをうまくすることによって、とても便利に DAW がなるという、そういうお話を詰めていきたいと思います。村長ミュージックスタジオ、今ここにあるミディポリッシャーはこのピンクのトラックですね、いわゆるコードを書いてあるトラックに入れてあります。ちょっとコードを見てみましょう。このように紫で3音でできているコード、もしくはテンションがついた4つの音ですね、それでついているもの、このようにミディがあります。コードトラックから引っ張れればいいんですけれども、DAW によってはこれが引っ張れない方はですね、この和音を打ち込むことになります。でも最近いくつかの DAW ではこれを一旦消しましても、このようにコードトラックというトラックが扱えましたら、それをピュッと引っ張ってくるだけでこのようにコードができます。スタジオ1のユーザーさんにここで一つのチップスをお話ししておきます。このコードトラックというのを見て、インスペクターを見るとですね、このオクターブというところに6という数字が書かれてるんですね。この6というふうな数字だった場合はですね、今画面の下にもありますように、だいたい C4、 ここが C4 なんですけれども、この C4 のあたりぐらいにコードができるようになります。例えばこれを一旦消します。ここでこのオクターブを5番にしておきましょう。そうしまして、これを下のところに書き出ししますと、ご覧ください、このように C3 の領域に和音が入ります。こういうような特性があります。他の DAW の場合はこのオクターブの考え方が若干違うかも分かりませんが、でもこのようにオクターブをチェンジできるということもありますし、これをすべてこうやってですね、選択をすれば、このままオクターブをピュッとこう上げるということもできます。それは各 DAW で一番効率的な方法をやっていただいたらいいんですが、何せこのトラック、たくさんトラックありますが、MIDI はこのトラック1個しかないというところがミソです。このようにできてるからこそ、とっても便利になるということです。そしてこのミディポリッシャーがあと3つ同じように入っていますが、1つずつ違います。トラック名がマイナス12、プラス12、マイナス24というふうになっています。これには意味があります。このミディポリッシャーは、ここがマイナス12というふうに表示されています。次は、これはプラス12です。そして一番下は、これがマイナス24になっていて、なぜかこの辺のところが赤くなっています。これはフィルターと言いまして、この音が来た時はブロックせよ、そういうような設定にしてあるわけです。なんでこんなことをしてあるかと言いましたら、今回僕が使っているソフトはですね、この低い領域はキースイッチといって、特殊な動作をするための
キースイッチエリアになってるんですね。ここには音が行ったらですね、音源自身のソフトが音程以外の動作をしてしまいますので、ここでブロックをしているということです。この話の資料を作ってみました。一番左角にですね、MIDI 信号、いわゆる MIDI のデータがあります。これを1個目の MIDI ポリッシャーに入れます。ここからですね、あと3つの MIDI ポリッシャーはマイナス10に押したり、プラス10にオクターブ高いということですね。このマイナス24はオクターブが2つ下がるということです。このように設定をしてあります。こういうふうにこの MIDI ポリッシャーを入れることでルーティングが組めまして、そして右にはいろんな楽器を置いていますが、これは音源のことです。この音源はどの領域のMIDI ポリッシャーから音を拾うか、そういうことを解説しています。ご理解いただけますでしょうか。これを DAW ではどのように指定するかというのをこれから説明します。この2つ目のマイナス12の MIDI ポリッシャー、これですね。これはどのように設定しているかは、左のインスペクターを見てください。このインプットは基本になるMIDI ポリッシャー、トラックで言えばコンピューターの絵になっているこのメインのトラックから呼んでいます。この3つともどれも一緒です。メインから呼んでいます。3つ目もこのようにメインから呼んでいます。そうしまして、今度は楽器の話に行きます。例えばユージャムのピアノがあります。ピアノをソロにします。このユージャムのボーグというピアノですね。ピアノというのは一例です。皆さんのお持ちのピアノで十分です。ただし、なぜ僕はユージャムを使っているかというと、このように全音符の和音を指定するだけでフレーズが弾けるからです。ちょっとやってみましょう。これで再生をすると、ユージャムボーグがフレーズを奏でてくれます。このようにできるわけですね。次にギターのナイロンギターであるユージャムで言えば VG シルクというのがあります。これもオンにしましょう。これでどうなるか。このようになるわけです。そしてこれにアンバーというストロークギターを入れます。ここらはですね、どういうふうにルーティングしてるかというと、このシルクやアンバーは C4 の領域以上の2オクターブ半ぐらいのところにコードを指定しましょうという約束事があります。これはシルクです。アンバーも見てみましょう。アンバーも同じように C4 からの領域です。これでもう一度見てみてください。ストロークを変えます。ピアノ切ります。はい、ここにユージャムの有心性を入れたいと思います。はい、ギターでちょっと分かりにくいのでギターを切ります。
今はこのような白玉和音です。皆さんもかなりたくさんの人が多分持ってるであろうですね、エクスバンド2というとっても昔から有能なシンセがあります。これちょっとやってみます。聞いてみてください。これはパーカッションまで入っていますね。他のプリセットに変えていきます。ここにあるコードだけで弾けますので、コードをものすごく変えていくとしますね。 C で G で、そしてここは C にしましょう。これ D マイナー、 A マイナー、 G、 F、 G7、 まあこんな感じに変えますよね。ちょっとテンポもね変えてみると、もう少し早めにしましょう。このようにコードを変えたら、これをコードトラック、このミディポリッシャーの基本になるところに入れます。これでコード進行が変わりました。そうしましたら、まずはピアノと、そしてドラム、そしてベース、これぐらいからスタートしましょう。ちょっとピアノが低音が多いので上げます。もっと高く上げます。ベース切ります。ギター入れてみます。はい、これも違う領域になっているので、もう少し上げます。ナイロンギターも確認します。ここで微妙なツッコミとか遅れを直すことができます。
これを聞いてよくわかったと思いますが、エクスパンド2というこのソフトはですね、とってもオリジナル性を出せるですね、素晴らしいソフトですね。安い時は1000円とか2000円のキャンペーンもよくしていますので、1本持っていたらとっても役に立つと思います。今日はミディポリッシャーの取り留めもない話もしましたが、これとっても重要ですので、ぜひ無料ですから使ってください。村長スタジオでした。